豊富市スポーツセンターは、山口県豊富市浜方にある体育施設群。豊富市体育施設設置及び管理条例に基づいて、豊富市が設置した体育施設群で都市計画法に基づく運動公園には指定されていない。施設は、豊富市が所有し、アシックスビークルーエッセ、羽島省水園、日本水泳振興会共同体が指定管理者として管理している。 命名権の売却により、キリンレモンスタジアムの名称が用いられている。1972年に、豊富市などが設立した財団法人豊富スポーツセンターが、市南部の浜方地区に整備したもので、複数のスポーツ施設を備える。財団法人は2013年3月に解散し、財団が所有していた施設群は、当初より、市営施設として整備された。 陸上競技場及び武道館ともども、豊富市の直営施設となっている。また、プール及び体育館はもともと財団が所有していた施設があったが、老朽化のために財団解散後に市が再整備したものである。新たな財源確保を目的として、年額400万円以上、5年以上の条件で施設、命名権を募集し、市内にグループ会社の工場がある。 清涼飲料水メーカーのキリンビバレッジが命名権を取得し、キリンレモンスタジアムの名称を用いることとなった。契約期間は2020年4月1日から5年間で、契約金額は年400万円。ありがとうございます。